はいえー、皆様こんばんはカープホークスノイズ46ファンです本日4月の29日月曜日、えー、祭日の、えー、と昭和の日ですね本日ですね、えー、今日はデーゲームで行われましたその試合の結果はどうだったのか振り返りたいなと思います、えー、まず試合の振り返りをする前にですね、えー、ちょっとですねお知らせなんですけども 今日セ・リーグのマツダスタジアムで、えー、広島対阪神と、ね、4回戦の、ね、試合が行われる予定だったんですけれども、えー、球場はですねちょっと、あのー、天候不良のため、えーとえー、と試合が中止ということが14時45分に発表されまして今日は、ねえー、カープは試合が中止となってしまったので。 今日は、えー、とパ・リーグのね、えー、福岡ソフトバンクホークスだけの、ねえー、試合が行われましてその結果はどうだったのか振り返りたいなと思います。さあ、えー、今ね、ね、えー、ホークスはね、えー、まだね、勢いが止まらない今、連勝中なんですけども、えー、今日はみそ p a y p a ドームでね、あのー、西武との、ね、6回戦が行われました。 で今日の先発投手はソフトバンクがスチュアート・ジュニア投手と西武の先発投手は高橋光成投手の投げ合いとなっていたということです。というわけで、えー、ホークスはね、えー、今日はね、えー、勝ったのかそれともね西武がね連敗を止めたのかというね今日の第6回戦の方ですね振り返りたいなと思います。今日の先発のスチュアート・ジュニア投手は先発もね日本ホールリーダーをね許し6回ね 4失点で降板となって、えー、まずはね、本人からのコメントなんですけども、まあ立ち上がりね、まあ調子は良かったし、えー、1球1球の、ね、ボールも、えー、力もあったと思います。えー、5回の場面で、えー、スリーラーのね、被弾,を被弾は走者を貯めてしまって、貯めてしまい、なんとしてでも抑えたかったので、えー、とても悔しい投球になってしまったというね、えー、スチュアーディニュジュニア投手の。えー コメントがね、えー、入っていて、えー、まあ本人もねなんとかもう抑えたかったんですけどね今日はちょっとね大変悔しいね投球となってしまったのでね、まあ、ちょっと今日は反戦に反省につながったんじゃないかなと思いますまあね次回のね登板には次回の登板に向けてねしっかりと修正してね、えー、次回のがね次のね登板に向けてね、えーえー、頑張って いい結果に残せるようにね頑張ってほしいいなと思いますえそれからね、えー、まずホークスはですねえっ、ー、と2回ですね2回はえっ、ー、とまずはム、えー、村が、えー、とデッドボールでえっ、ー、と一塁走者の河村がね積極的に初球から走って盗塁成功となって二塁となってワンなって二塁ですぐランナー二塁でのスリ、えー3ボールワンストライクからのライトへえっ、ーえー、と ごめんなさい7番クリアです、ね、え栗原は5球目でランナー1、塁のスリーブワンストイらえから、えっと、ライトへの先制タイムリーでヒットしてホークスが先制するとしかし4回ですね4回はおかわり君に、えっと、左中間の同点ホームランを打たれて同点に落ちた後にそして3回5回は、えー、金子選手に、えー、勝ち越しスリーランホームランを打たれて でその後に7回はツーアウト満塁で柳田が佐藤隆成の悪送球により出塁してホークスが1点を返し4対2と2点差と迫っていてでそして9回ですね9回はツーアウト1、2塁で3番の柳田でツーアウト1、2塁のワンボールノーストライクから右中間のスリーランホームランで なんとソフトバンクが逆転さよナラ勝ちでなんとホークスはねえこれでなんと勢いが止まらず6連勝ということでえなんとね劇的なさよナラ勝ちでえーこれで西武との対戦成績はこれで6勝0敗で今シーズンねまだね西武とのね対決はまだね負けがないということでもうなんでしょうもうこのなんでしょうもう 西武の2点差の後にこの柳田の宇宙海の逆転スリーランホームランでねこれはもう本当に大きかったなと思いますしもうここまでね打ててなかったのでねもううん何でしょうもうやっぱ最後はもういい仕事をねしてくれたおかげでねこうしてホークスもねえこれで勢いが止まらず6連勝ということでもう。 なんでしょうゴールデンウィークでもうこのサヨナラ勝ちっていうのは僕は生まれて初めてなんのでねもうやっぱもう球場でね応援してくれてるねファンの皆さんのおかげでねこうしてね勝つことができてそしてえ勢いが止まらず6連勝でねこれでえっとなんでしょうねとこうやこれ10これ17勝6敗ですねこれでもう これで貯金が11と大きくね貯金をね伸ばしていってうんそれからね今日はですねちょっと今日の試合振り返りと明日の試合にっと横先発について勢い,いを見いねちょっとお伝えしたいんですけどもまあ先ほどもねお伝えしたようにカープは天候不のため試合準備ということでそれからホークスはね今日勢いが止まらない6連勝ということでねそして先ほども言ったようにね9回裏はね柳田の逆転スリランで えー、63年ぶり3戦目の、ね、連続サヨナラ勝ちということでね、えー、63年ぶりだという、えー、と1961年61年以来ですね、えーとえー、とまだソフトバンクからねソフトバンクの前は、えーアイえー、ダイエホークスで,でダイエの前はですね、えー、ちょうどまだ南海ホークス時代ですねこのね、えー、南海時代のね63年ぶりということでねもう まあまだまだね皆さんがまだね生まれる前の時代ですねはいそしてえー、っと南海ホークスから、えー、ダイヤホークスに、えー、球団の、ね、前が名前が変わって、えー、1989年の福岡本拠地移転後のね通算2500勝ということでねもう1989年とはもうちょうど35年前ですねもうまあもう ちょうど平成元年の年ですね。はい。この、何でしょう、もう35年前ということはもう、もう本当にあっという間にもう早いなーって、そう思うんですけども、まあ、まあ、何でしょう。そして、まあ、福岡、本拠地にね、移転後にね、まあ、通算2500社をあげ,あげたっていうのがもう、えー、まあ、 ちょうど35年前ということでね、もう、いや、ここまでね、た、え、ど、ー、り着いても、で大英ホークスから、えーと、福岡ソフトバンクホークスにね、球団変わってもね、あのホークスらしい野球をね、えー、してくれてるおかげでね、もう、こうしてね、この4桁ですね、2500勝っていうのはもう、素晴らしいなぁと思っています。はい はい、えー、というわけでね、ホークスは、えーとまあ、それからね、今日はソフトバンクはね、えー、とえ柳田が、ね、逆転さよなら放ちチーム、ね、今季最長、ね、6連勝に導いて2点差を追う、ね、9, 9回ツーアウト1、塁から西武の、ね、ピッチャー、アブレイユの内角、直球の宇宙界のホームランテラスに運んで。 球団の三合連続ねサヨナラ勝ちは、え南海時代のね、1961年以来のね63、63年ぶりの出来事となって、でさらに、本拠地を福岡に構えた1989年以降、絶目の球団通算2500勝を挙げて、記録ずくめの勝利を背番号9の一打で飾ったということです。はい、試合後のね、国防監督でね、一問一答での一ったとりなんですけども。 えー、国分監督らはね毎日ね言ってるんですけども上一丁なので前のね西武戦では山川が満塁ホームランを打った試合以外はどっちに、えー、転んでもおかしくないゲームだったんですけども一勝5敗だった可能性もありますよねそれからね、えー、今日はね中田がねプロ初安打でね国母監督は初ヒット誰やって言われたら高橋コナンでて胸を張って言えるピッチャーなので自慢したらいいんじゃないですかねというね 国坊監督のね、まあえー、コメントがね、あって、で中田は、えー、今日はね、7球を粘ったということです。はい、国坊監督はね、初めてのピッチャーで、えー、主力も,主力も,主力も,手,も手もこずるピッチャーで、ほんのままファウルで粘って、最後の、えー、突いたをセンター前のプロ通算2打席目ですよねということもあって。 今季最長のねホークス6連勝ということで、国久保監督は、ね、ピッチャー陣も含めてね野手も毎日延長戦でも体も結構疲れてますね。うまくマネジメントしながら選手の体調を気にしながらやっていきたいですね。というね、いろいろねまあ意気込みですね。はいそれから、えー、ソフトバンクのね、えー、長谷川投手ですね。 日本ハムからえ昨年、ね、日本ハムから現役ドラフトでソフトバンクにから移籍してきた長谷川投手がプロ初勝利で挙げて現役ドラフトで加入しさよならスリーランの柳田に感謝しかたいということです。はいえー、現役ドラフトで、ね、日本ハムから加入した、ね、大卒3年目のソフトバンク長谷川卓弘投手が、ね、プロ初勝利を飾ったということで9回から登、ね、板して1回をパーフェクトに抑えて無失点。 その裏、柳田選手が逆転スリーランを放ち、プロ初勝利が舞い込んできたということで、長谷川は柳田さんからおめでとうと言われました。とても感謝してます。感謝しかないです。と感激の、ね、表情だったということです。チームは開幕から好調で、長谷川の出番はこの日が3試合目で、前回登板だった、ね、4月21日は2週間ぶりの 当番で2回をパーフェクトに抑えるなど役割を果たして存在感を示しているということです長谷川投手はですねなかなか自分のチャンスが回ってくることが少な,少ないですけど少ないチャンスをしっかりとものにするのを継続していくと当番を増えると思うと話す言葉は力強く頼もしかったということですはい ままあね、まあね本人は、ねまあ、なかなか試合がね、えー、出られない時もあったんですけども今日はねなんとかね試合に出られてねまあえー、これからねま登、あ、板も増えていく中でねまあ、これからも、ね、継続していきたいという長谷川投手のコメント欄コメントだったということで今日はね、えー、なんとホークスはね勢いが止まらない6連勝そして、えー なんとね、ホークスがね、柳田選手の逆転スリ、ねえーランで1961年以来ね、63年ぶりで参戦連続サヨナラ勝ちとそれから1989年福岡本拠地前後の通算2500勝というね今日はね、本当になんかもうももうなんだろう、なゴールデンウィークに対しても本当に感動してもうやっぱ柳田選手はもう。 もう頼りになってますはい本当にもう今日はもう今日はちょっともう最初はちょっともう今日,今日はちょっと負けるかなと思ったんですけどまあなんともう柳田選手のおかげでねもう勝ってね勢いが止まらず6連勝ということでね今日はねホークスのね試合の振り返りをねお伝えいたしましたちょっとね長くなってしまってすいません えーと明日はですね、えー、明日も、明日からですね、えーえー、と広島トヨカープの方はですね試合が行われるということと、明日からはね、えー、明日はね、えー、普通の普通,通りなんですけども、明日はえた、ー、はナイトゲームですね、あしえー、とまずセ・リーグですね。 広島というカー、ね、日はマツダスタジアムで広島対阪神の試合,開試合が行われて、試合開始時間は18時開始予定で、広島先発投手は床、えー、田投手と村上投手の投げ合いとなっています。4回戦ですね。はい、それから、えー、パ・リーグですね。パ・リーグは、えー、と明日も、えー、ソフトバンクはみずほペーペ y ドーム福岡で試合が行われています。 でソフトバンクは明日からは楽天との4回戦が行われてで試合開始時間はナイトゲームで18時開始予定でソフトバンクの先発投手は有原投手と楽天の先発投手は外国人ピッチャーのポンセット投手の投げ合いとなっていますさあ今日はね、えー、カープはね、えー、試合が中心になりましたけども今日はねホークスの、ね、試合の振り返りを、ね、たくさん、えー、お伝えいたしました えー、明日もですね。また試合終了後にですね。また試合を振り返りをどこよりもお伝えしたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、明日はねカープね、えー、試合が明日はね。明日はね、試合が行われるようにね。まあ、お祈りしたいなと思いますけども、まあちょっと天気次第でね。まあ、試合が試合が行われるのかどうかね。まあ、そこはねま転、あ、機次第かなと思います。はい、えーというわけで。 今日の,ね試合の振り返りでえこのチャンネルがいいなと思った方はチャンネル登録と高評価と今日の試合の振り返りについてまあ印象に残ったなと思った方はねコメント欄はどんなことでも構いませんのでどしどしと変えてください。はいえーというわけで今日の試合の振り返りはこんな感じで終わりたいと思います。さあ明日からはね広島はえ阪神とのね4回戦が行われてソフトバンクは明日から楽天とのね、えー 2連戦ということでね、えー、明日からも勝ちましょう。はい、えー、というわけで今日,の今日はこんな感じで終わりだと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。それでは皆様、えー、素敵な、ね、ゴールデンウィークをお過,ごしお過ごしください。バイバイ。